さあ、ということで、トリン選手さん実況プレートってこともんだけど、清塚選手はこちらのね、アーリング・ハーランド選手ということで、ちょ、見てくれ、この総合値。101! やばくない総合値101はさすがに。俺、この100超えの選手が使ったことねえぞっていうね、この、超絶大当たりのね、ハーランド引いてしまったんで、俺はね、今回のハーランドせっかくなので使ってこうと思いますと。これ、通算試合数ね、3試合になってるんだけど、俺多分これ、一回も使った記憶ないんで、多分、SIM の、コンピューターやらせる試合で多分ツアーかなんかで多分使っちゃっただけで、一回も俺使ったことないんで、ハーランドね。ちょ、今回ハーランド初見プレイということで、ちょっとやっていこうと思いますと。で、ステータスもね、なんと決定力がほぼ99ある、98ということで、そしてスピードも89ありつつのキックル94と、そしてフィジカルコンタクトなんと完走しております、99。フィジカルコンタクト最高なんで、こいつが、前線でポストプレイで負けることは 120% ありえないんで、まあ、今回そんな最強のアーリング・ハーランド選手、使っていこうと思いますということで、早速試合の取っていきます。さあ、というマッチングしました。レスター B さん対戦よろしくお願いしますと。これちょっと待って、ボットじゃねえかこれ。下手したらなんかボットっぽい名前だったけどね、今。さあ、アーリング・ハーランド、まさかの平常心と、まさかの平常心なんだ。さあ、まずは絶好じゃんで、ここは右サイドばかり採用していきましょうか。まあ、こんな感じで、あとは変える必要なさそうなんだけど。まあ、ちょっと待って、相手ボットじゃねえか、チームパワー低かったしな。通常選手多いんだけど、これちょっとさすがに負けられないんで、ちょっと頑張っていきます。さあ、ムーバップルギクラシアイ返しと、さあ、今回ね、最前線、エリング・ハーランド選手採用してるんで、まあ、とりあえず、ボール奪ったらハーランドに、ボール当てて、まあ、やつ左足で、かなり強烈な左足持ってる選手なんで、とりあえずボール持ったら、このハーランドに供給して、もうここから狙っていく。ハーランドー、これはちょっと厳しいんだけど、まあ、こんな感じでちょっとね、ハーランドにもう固定放題みたいな感じで、とりあえずボール持ったらシュートを出せるっていうシチュエーションを作ってあげることが多分一番、勝ちに近道だと思うんで、さあ、ラッキー。スカウード、ジェノスローインと、さあ、森田しっかり、ハーランドされるよ。ちょ、さすがにこれは厳しいか。さあ、しっかりディフェンスいこうか。ハーランド守備意識も高い選手なんで、さあ、しっかり戻ってきよう。オッケー。さあ、まずはディフェンスね。まずはいい、オッケー、ナイス。これは取れるよ。これは上気ないですよ、上気。最初、いいファーストタッチ。そして、素晴らしい、大差し森田。あー、森田ごめん。ちょ、今、スルーパスすんな、ちょっと安直だったな。さあ、ただしっかりディフェンスいこう。オッケー、当てつつの、さあ、トミクロスはしっかり受けてくれるんで、トミクロ、ハーランド、左足、ハーランド、左足。いや、ちょっと、ハーランドさ、右足の、ちょっと、キックセル分かんないんだけどさ、これ、右足でも切れるんだったらさ、ちょっと右足もちょっと、狙っていきたいんだけど、一回右足で打ってみようか。さあ、森田、あ、そっちやねえな、お前、ハーランド、帰って。オッケー。さあ、ディフェンスよ。そうだ、やべ。さあ、ディフェンス、オッケー、まずはいいです。さあ、まずはしっかりと、あ、やべ、ちょ、誰出してんの、お前。オッケー、ディフェンス、オッケー、ジョーキー。オーケーラキ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 。さあ、森田。ナイス、森田。あ、森田、頑張って、森田。ちょ、パスコ全然ないんだけど、4-3-3にすると。さあ、森田、素晴らしい。森田、最高のディフェンス。ディフェンスじゃない。あ、惜しい。いや、デニス・ザカレいい選手だよな、こいつな。ウイレレしか見ないんだけどさ。ウイレ以外で俺、デニス・ザカレ一回見たことないんだけどさ。オッケー。あ、やべ。ちょっと待って。おー、ラッキー。そこがカスパーのフリーキックと、サハラのね、口で強いんで、しっかりここまで蹴り込んでいきますよ。うんなさ、ハランド。さあ、森田。これだ、いけるじゃん、ハランド。ちょっとパスの、あれがな、パスの精度が低すぎな、森田くんな。さあ、ディフェンス、トゥインクロー、オッケー。いやー、取れたんじゃないか、まずは。ただ、ここね、ジョアキン、かなり対人強いんで、ここガッツいけるよ。ジョアキン、大丈夫。おい、ね、ジョアキン。そこはリッカルド・オルソルギのコーラキヒト。誰だ、その選手は。ちょっと、知らない選手が多いな、相手な。マティウス・クーニャ知ってんだけど。OK、ナイス、まずは。あ、まずは、ちょ、それはまずいよ。やべ、さすがに大丈夫だよね。オッケー。さあ、ここはカスパーのゴールキと、さあ、ここもしっかりでハーランドに競り勝ってもらおうか。さあ、ハーランド頑張るよ。ナイス、ハーランド、OK、サードボール、ボルタ。ナイス、ボルタ。さあ、そして、さあ、ハーランド、いけるじゃん、これ、ハーランド、これ、シューレンジ。いや、ちょっと、お前、審判かから口すぎねえか、今のオフサイドは。ウィリアム・サリバのフリーキックと、スタッドクロスで。あ、これシュート判定になっちゃうの、ちょ、いい加減修正してほしいな、ちょっとイーフットボールさんな。あんなとこでシュート選手いるわけねえだろ、マジで。普通に考えてほしいな、このゲーム。さあ、しっかりサムいるね。ナイスサムいる。いける。あ、取れる。あ、ちょ、漏れた。エンド当たるか。あ、オッケー。ワンタッチくる。タレパスくる。オッケーな、ジョーキン。さあ、そして、しっかり、タレパスぶっ刺しつつの、ハーランターンからの。ハーランドーいや、これはしょうがないな。さすがにこれ入んねえわ。ちょ、振り向きざまになっちゃったからな。桜木花道を振り向きざまシュートは厳しいって言ってたからな。ハーランド、これいけるんちゃう、これ。ハーランド。あ、ちょ、セカンドボール。エンド当たる。縦パス先。渡してくる。おー、ナイス、クロス。さあ、これいけるぞ、これ。あー、惜しい。まずい。あ、ちょっとまずい。ちょ、まずラフィだけとか、推奨もないこと言ってる場合じゃないよ。さあ、ジョアキンね、ジョアキン。多分ね、大丈夫だよ、これ。ジョアキン、ナイス、ジョアキン。オッケーナイス、いいパス持ってんな、ジョアキン、ナイス、ジットンクロワンダチからの。え、森田さん、お前、もうちょっとお前、下がって受けろって、お前、なんでお前、バックステップ踏んでんだよ。お願いします。おい、誰パスしてんの、お前。いや、うまい、こいつうまいぞ。オッケー、ナイス。ラッキー、危ねえ。あ、外すんかい。カスパーのフリーキと、さあ、ちょっと前半終了間際なんで、最後、もう一本シュートしたいんで、ちょっとみんなさ、距離が、こいつらさ、頭悪いんじゃん、今。今、5トップみたいになってたんだけど、マジで、こいつら。頭悪すぎるって、こいつら、ほんとに。俺、ビルドアップできないんだからさ、もうちょっと、受けてくれよ、頑張って、ちょっと。今の、俺、衝撃だったんだけど、ほんとに、ちょっと。許せねえや、こいつら。あ、ハーランド、頑張って。オッケー。なんとか前半0-0でいけるんじゃないか、これ。あぶね。今の、ちょっとさ、リプレイ、見してほしい、今のシーン、マジで。コンサドール札幌勝ってくらいさ、5トップで、お前、前線上がってたんだけど。
スカハーランドのギグラッシュ愛されけど、ハーランドいい感じにシュート打ってるんで、ちょっと後半もね、積極的にシュート狙っていきますよ。さあ、素晴らしいビルドアップだよ。さあ、これハーランドいけるぞ。これシュートレンジ、シュートレンジ、ハーランド。ハーランドオッケー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 。いや、そろそろ入るんじゃないか、今な。ハーランド結構、今ちょっとね、全部ニアに打ってるから、ちょっと今度対角にちょっと狙ってみるのもありなんじゃないか。キーパーもね、今ね、ニアしか来ねえぞって思ってるから、多分ハーランドね、普通にあの状況でね、多分ファーもね、多分腰入れて いける選手だと思うんで、そこもちょっとハーランド狙ってもらおうか。ねえ、ほんとこいつらさ、なんで今さ、森田上がろうとしたの、こいつ。ここはいいよ、ここはいいんだけど、なんで森田今上がろうとしたの、マジ、意味わかんねえんだよ、こいつら、ほんとに。なんかさ、もうちょっとさ、ビルドアップできないんだから、俺さ、もうちょっと受けに来いで。おい、ここもお前、パスコース。おい、いつ、マジ、バズらべ、お前、サイドバック、どんなとこ行けるぞ、これ。ハーランド、スカート、サマイル、行け、おい、おし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 。オッケー、エドワタル、エドワタル、これガツイ、これガツイ、エドワタル、ナイスエドワタル、これハーランド、いけるぞ、マジ、これハーランド。頑張って、ハーランド、つなげ、お前ら。頑張って、ハーランド、つなげって、お前ら、お前。あ、ハーランド。ハーランドー、ちょ、待ってくれ、ほんと、まあ、逆足だったからしょうがないかな。そういうところ、ちょっと俺優しいんで。いいよ、ハーランド、いいよ、ハーランド、クロス上げて、ハーランド。え、久保田健さん、いや、うますぎる、ちょ、待って、ちょ、見た、今の久保田健さん。これ、ちょっと、リプレイ見せてくれよ、今の。今、久保の、見た、今の。原口元気のさ、アジア最終予選のジグラ同士みたいな手術だったよね、今。ちょっと待って、それもなんなら難易度高かったんだけど、ちょっと待って、あいつフェノメナルフィニッシュみたいな持ってんじゃねえの、久保ちゃん。ちょっとよくわかんないんだけど、そういうシステムは俺。ナイスマザロイ、ちょ、今、ちょっと待って、リプレイ見たくてしょうがない、今。え、いいよ、みんな流れ乗ってる、これ、いけるよ、ハルド行くよ。あ、ミスター。ちょ、出していって。オッケー。スカマズライのスロイド。さ、ちょっとハーランド点取ってないんで、ちょ、それはしょうがないんで、ちょ、ハーランド点取らせていこうか。オッケーオッケー、これジョアキンガツイコ、これジョアキンガツイコ、これ。ちょ、なんか、数的不利なんだけど、オッケーオッケー、ウドジェ、大丈夫。このリカルド・オルソリーギって誰だ、マジ知らねえんだけど。サボリタナイス、サボリタフリーなんで、しっかりボール運んでもらって、これフリーの時は前に運ぶっていうのは、サッカー鉄則なんで。さ、いいよ。で、この辺で、サマイル使っていくよ。オッケー、サマイル、サマイル、頑張れ、サマイル。いいよ、ダブル立ちから。サマイル、いやー、ちょ、ハーランドで点取りたいんだけど、これ。いい、嬉しいんだけど、じゃあハーランドで点取らせてくれよ。さ、ちょっと相手が選手交代してきそうなんで、こっちも変えていきたいんだけど、まあ、日本とは勝手に、自動選手交代切ってないんで入ってきちゃったんで、このまま行こうか。で、ちょっとハーランド引っ込まれたら困るんで、一応この辺で自動選手交代切っていきつつの、さ、ちょっとジョアキンがね、90分持たないみたいなところあるんで、ちょっとジョアキンのところにベンホワイティング入れてみて、で、旗手も入れておこう、こんな感じで一緒。スカハーランドのキクラシアイサイけど、まさかのハーランドが2人、存在するとんでもない状況になっちゃったんだけど、まあ、やっていこうか。ナイス、エンドベレ、この辺うまいんでね、エンドベレ。ナイス、エンドベレ、さあ、エンドベレ。さあ、これ別に舐めペじゃないからね、普通にいいプレーだと思うんで。さあ、そして、マサロイ、ナイス、マサロイ。さあ、エンドベレからの、これハウスエース取ってくよ、素晴らしいよ。そして、日本と、折り返しからの、ハーランド、あ、おしエドワタル、ハーランド行くよ。あー、まあ、シンスタルでもいいや。え、シンスタル使うと、あ、オッケー。エンド、旗出るよ、頑張れ。スピードくれ、こいつ。オッケー。さあ、ここガツイコ、これね。ナイス、さあ、ハト。あ、ハトとかハラドとか、ちょ、ややこしい。オッケー。ナイス。ハラド空いてるよ、これ。ハラド空いてるよ。そして、ターンからの。あ、ちょ、作戦厳しいか。オッケー。これ、ちょ、お前ら、間通させるんだって、お前。あー、ナイス、さすが、キングオブデュエリスト。そして、ハラド、ナイス、ハラド。これ、ちょ、相手のラインが高いから、ちょ、難しいな、これ。さあ、ただ、しっかり、この高いラインの裏を突きつつの、しっかりクロスからの、え、ハラドー、よしさあ、なんとかハラドも最後、ゴールをもぎ取っていき、結果残していくと、よかったんじゃないですか、この試合はね。さあ、ということで、こちらね、ハーランド選手使ってみたんだけど、いや、もうちょっとね、近い距離で、とんでもないシュートで決めさせてあげればよかったんだけど、まあ、しっかり最後もね、ヘディングで決めてくれたんで、まあ、ここは良しとしましょうかと、いうことで、このスキルもね、かなりいいもの揃ってるんで、まあ、ぜひこのハーランド選手引くことができた人は使ってみたらどうでしょうかというところで、まあ、この動画の辺でやっとこうと思うんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いしますということで、さよなら。